チュニア・ディンは、アチェ戦争における、アチェゲリラ指導者の一人。夫・トゥク・ウマールの死後、25年にわたりたい、オランダ闘争を指揮し、1964年5月2日に、インドネシア国家英雄の称号を授与された。1848年に、アチェ・ベサールにあるム・キムのウレイ・バラン・トゥク・ナンタセティアの娘として生まれる。ディンは、美人として知られ、12歳で、 貴族トゥクチェイブラヒムラムガと結婚するまで多くの男性との縁談話が舞い込んでいた。1873年3月26日、オランダ領東インド政府はアチェ王国に戦線を布告し、アチェ戦争が勃発する。アチェ軍はスルパンのマフムードシャート・パンリマポレム旧世が指揮していたが、第一次アチェ遠征でヨハン・ケーラー率いるオランダ軍3000人に応急を、 選挙されてしまう。しかし、マフムードシャーは、イタリア王国とイギリスから支援を受け、アチェ軍10万人は、急速に近代化された。アチェ軍は、オランダ軍を押し返し、ケーラーも戦死した。1873年11月、第2次アチェ遠征で、オランダ軍は、ムキムを占領し、1874年には、オートコタラジャを占領した。ディムは子供を連れて避難し、 夫イブラヒムは1875年にオランダ軍との戦闘に加わったが、イブラヒムは1878年6月29日にグレ・タルムの戦闘で戦死する。イブラヒムの死後、アチェゲリラ指導者、トゥク・ウマールがディンに結婚を申し込むが、彼女は申し出を拒否した。しかし、ウマールからオランダ軍との戦闘に参加することを許可されたため、申し出を受け入れ、 1880年に彼と結婚する。リンは娘チュガムバンを設けるが、オランダ軍との闘争のため、娘も成長後に戦闘に加わることになる。1893年9月30日、補給不足に悩まされたウマールは250人の部下を連れてオランダ軍に降伏した。オランダ軍はウマールを受け入れるが、彼はオランダ軍の情報をアテ軍に流し、 1896年に武器、弾薬を強奪してオランダ軍から脱走した。ウマールと合流したディンはオランダ軍への反撃を開始する。これに対し、ヨハネス・ファン・ヘイツはアチェ軍にスパイを送り込みウマールの動向をつかみ、1899年2月に村棒で奇襲を仕掛け、ウマールを戦死させた。ガムバンは父の戦死を聞いて泣き叫ぶが、ディンは アチェの女として、殉教者のために涙を流すべきではないと言い放ったと伝えられている。ウマールの死後、ディンはゲリラ部隊の指導者となり、オランダ軍との戦闘を継続した。しかし、オランダ軍の前に、ゲリラ部隊は戦死を続け、ディン自身も、加齢と共に禁止と関節炎に悩まされるようになった。これを受け、部下のパンラオは、オランダ軍に、 ディンの居場所を密告し、情報を得たオランダ軍は、彼女の隠れ家を奇襲した。ディンは抵抗の末に捕らえられ、ガムバンは脱出し、その後もオランダ軍への抵抗を続けた。ディンはバンダーチェに連行され、禁止と関節炎の治療を受けた後、西ジャワ州のスメダンに流刑となり、1908年に同地で死去した。これは、ディンが、 アチェのゲリラ部隊と連絡を取ることを警戒したための処置だった。1964年5月2日にスカルノによってインドネシア国家英雄の称号を授与された。1988年にはディンを描いた映画チュ・ニャディンが公開され、カンヌ国際映画祭で最優秀国際作品賞を受賞している。また、アチェ州ナガンラヤには彼女の名前を冠したチュニャディン空港がある。 ありがとうございます。